デメニギスカは、ニギス目に所属する魚類の分類群の一つ。中層遊園性の深海魚のみで構成されるグループで、デメニギスなど8属19種が含まれる。デメニギスカの魚類は全て海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋などの熱帯から温帯域にかけての深海に広く分布する。海底から離れた中層不活発に漂い、ほとんどの種類では、 水深1000メートルまでの中腹化層が生息範囲となっている。本化魚類の植生は深海魚としては独特であり、クラゲなどゼラチン質の浮遊生物を主な餌としている。デメニギス類の口は一般に小さく、顎には細かい葉が無数に並んでいる。浮遊するクラゲをついばむように食べる習性を反映しているとみられ、長官も長くなっている。 ゼラチン質生物を染色する性質は、近縁のミクロストマカ、セキトリーワシカとも共通する特徴である。クロデメニギス。望遠鏡のように突き出した、感情眼は、本科魚類の最大の特徴である、感情眼を持つ種が多い。感情眼は、デメニギス族アプスシプロクタス族では髪型を向くが、タノ属では、斜め前方の場合もある。体はやや側平たし、 細長いものから体高の高いものまで様々。ほとんどの種が浮き袋をかく。一部の種類は発酵器を持ち、発酵バクテリアによる強制発酵を行う。アピサープロクタス属の発酵器は肛門の近くに位置し、半透明になった筋肉を反射板のように利用して、腹部全体を光らせることができる。ひなデメニギス属の一部が持つ発酵器は目の近くにあり。 視野の拡大に寄与すると見られる。胸びれの基底部は体の側面に位置し、近縁のニギスカとの間別点となっている。ひれにトゲ状はなく、背びれ、尻びれはそれぞれ8から17本、6から14本の難状で構成される。脂びれを持つ種類もある。前頭骨は融合する一方、頭頂骨は小中線で融合しない。エラ上骨はから本。 デメニギスカには、ネルソンの体型において8属19種が認められている。ブラウンスポットスプークフィッシュ。細長い体と身長したヒレが特徴で、水深2700メートルからの最終記録がある、昔デメニギス。体長50センチメートルに達することもある本化中の最大種。目は側面をむくみロベリー。大西洋の熱帯域で一般的な種類。 ありがとうございます。